こんにちは、みゆです。こんにちは、森です。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次は方向性ですね。はい、あれですね、思いっきり構えてたらすごい右向いてた時があった、ね、気づかなかった。まだバンカー意識せず行きます。いいよ、いいよ。右向いてます。このままちょっと OB 行きます。今それでピンの方向なんですよ。はい、でおそらく今の感じだと左足下がりです、はい、で余計右に行きやすい方は、ね、右行くんで、それだときっとあっちの木の方向行っちゃうから、これで言うとそっちの黄色い方がありますんで、そこの、はい、あそこの方向の方向、そう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 、気づかなかったです、まあ、あるあるですよね、でもそれね、うん、まあ、その原因ってボールに向かうそのセットアップするまでのルーティンって呼ばれる部分に結構原因があることが多いので、ちょっとそれを見させてもらって修正する箇所あったらそこを修正していくって感じでやっていくんで、はいはい、ちょっと実際に目標を設定してそこに対して構えて打つっていうのをちょっとやってもらいます。はい、はい、やりました。よろしくお願いします。お願いします。ここが一番右端、1、2、3ってあるじゃないですか。はい、それぞれちょっと向きセットしながら、はい、いつもラウンドで例えば素振りをして、うん、必要な目標方向を確認してそこから打つっていうのであれば、そんな感じでちょっと打ってもらいたい。わかりました。はい、鉄塔を右から 1,2,3 を順番に打ってもらうって感じですか。はい、そうです。はい、打ってもらいます。お願いします。で次2本目、はい、はい、いいですよ。2本目左右向いて向いてる方向なんで今確認してる。はい、ですよね、そうです。でも左打ってんですよね、右じゃなくて。はい、ありがとうございます。そんなに違いますいやボールだって右に行ってたもん。そんなに違ったそんなに違ったからさ、どあれってボールは右。じゃあ教えてもらいましょう。はい、向いてる方向も結構右向いてたんですけど、まあ、原因が姉さんの場合ジャカッと私のルーティンを見せよう。それが一番上は、ちょっと待ってください。OK です。真ん中行きますね。右から 1,2,3 じゃないですか。やっぱね、先生はね、ちょっとね、やっぱ見たいですよ。見たいです。3本行く。じゃこの目標を確認します。おお。すごい。自分と何が違うのか後で聞くんで、はい、見てください。最後3本目っていう3本なんです。で、みゆさんと私の違いって何が違ったか分かります？はい、山村さん
か言って僕はもうやっぱり映像をしっかり収めるの精一杯だったんでみゆさんお願いしますよ自分がそのやってる感じと私の見た感じ何が違うかとかって分かります。でなんか多分打つ直前のこの時にきちんと向けてるかどうかっていうそのフェイスの向き、もういいとこつけてる。最後のその調整は私してなかったなって思いました。なんかちょっといいとこ目つけてる。一緒だなって思ってたんですけど、なんかそっからなんか違うなって思いました。結構パタチから入ってる感じかなって思って、なんかみんな後ろからこう確認してるから後ろから確認してますみたいな。でその原因がまずフェイス合わせる前に前傾を作っちゃってるっていうのが原因なんですよ。どういうことかっていうと、ちょっと少し困っていいですか。結構プロとかなんかまあプロとかで確認するじゃないですか。確認して。で先にまずフェイス合わせるんですよ。の時の この状態、人間ってまっすぐ立った方が方向って確認しやすいんですね。なんでフェイス合わせる時ってできるだけ前傾作んないようにしてあげた方がいいですよ。なんかミーサの場合は目標が確認しました、うん、はい来ますって言った時にこうやってやってると思うんですよね。あでこうやっていくと思うんですよ。はい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 。でそこが違くて、ちょっとミーサ来てもらっていいですか。もうクラブちょっと一回置いてもらって、はい、まっすぐ立ちます。まっすぐこうやってまっすぐ立ちます。まっすぐ立ちます。そう、この状態であそこの右の端っこの鉄塔の方を向くっていうのと、そのままちょっと向こう向いてもらっていいですか。前傾このまま向いてもらっていいですか。向こう向いて前傾ずっと深くその深くしてもらっていうと、すごい左向いてるように感じません。はい、これが原因なんですよ。前傾を作っちゃうと左向いてるように感じるから右向いちゃうんですよね。うんうんうん、アマチュアゴルファーはだいたい前傾姿勢作ってから向こう向いちゃうから感覚的に左向いてるように感じちゃうんですよ。だからふみふみしてる間にだいたい右向いてきちゃうんですよね。なるほど。合わせるときに自分をできるだけまっすぐの状態、できるだけですよ。あんままっすぐにしちゃうとヘッドが届かないんで地面に、あんまこうやってまっすぐにすると届かないんで、できるだけまっすぐにした状態でまずフェース面を合わせてあげる。合わせたらこの白い線あるじゃないですか。この白い線に対して垂直に足合わせてあげますよって言ってあげると右向きにくくなる。へえ、っていう感じ。って書いてみましょうか。はい、まず後ろから方向を確認します。はい、確認しました。 OK。 どこ狙いですか。一番右端でいきましょう。右端です。はい、確認しました。確認しました。 OK。 そのまま入っていって、そうです、フェース面は右手左手どっちが合わせやすいですか。左手です。左手、 OK、 それは左手大丈夫です。左手で、そう、できるだけまっすぐで、その時にちょっとだけ足オープンスタンスでした。向こう側、そう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 、確かそうです。前傾姿勢が浅くなるの分かります。この状態でフェース合わせてあげます。合わせます。そう、はい、合わせたらそのフェース面動かないようにして足をセットしてあげましょう。そう、 OK。 うん、OK。 だけどまっすぐ行くんですよね、うん、そうですね。なのでルーティンとしては少し向こう側を向いてあげて、私がなんで今オープンスタンスにしてるかというと、こっち向いて向こう見て方向合わせるのと、後ろから見て方向合わせるのと、後ろから見てあげた方向合わせやすいです。そうですね。そうなので気持ち、まあ、フェース面合わせるのに気持ちもボールの方に合わせてないんで、斜め45度ぐらい少し目標方向を向いてあげて、なおかつちょっと高めに前傾姿勢作らないでベースを合わせるっていうのがコツです。だいたいプロの方ってみんなやってますよね。こうやって合わせてから入るじゃないですか。プロってみんなこれ目標合わせてからこうやっていって、こうやって合わせてる人いないですよね。こうやってアマチュアのみって感じそれはルーティーンなんで、普段の練習場で何百球とかでバカ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 連続で打つんじゃなくて、毎回毎回そのルーティンを身につけるのに一気に打ってあげるっていうのが結構大事。じゃあ、はい、早速実践で一番左の3本目ですね、それ狙ってちょっと打ってみましょうか。わかりました。いつも通り素振りから始めていいですよ。はい、これね、練習場のマットがね右向いてる、そう、逆だから結構難しいんですよね。OK。
飛んでたボールはいいとして、飛んでる方向がさっきよりも、うん、さっきはねもっとね右側向いてた。そうだ。でも確かにちょっとオープンにすることで構えやすいですね。合わせやすいですよね。合わせやすいっていうのが分かります。うん、やってると実際にちゃんと合わせてるって感じです。なんか形でこうって感じじゃなくて、いい感じいい感じ。だから最後、一番最初やった時みたいに、一番右端、真ん中、左で、はい、3本連続でちょっとやってみましょうか。はい、私がやっちゃった時、3球しかないなんてあれですね。意地悪ですね。やり直しがないんですね。やり直しは私です。私です。私がです。森大先生の見本じゃなく、私に。ちょっと待ちました。じゃあまず。今のはどうです？向けてました？ちょい右って感じかな。でもそれでもさっきよりかは度合いで言ったら小さくなってるかなっていう感じ。うんうんうん、OK、いいっすよ。じゃあ最難関の3本目で。いい感じ。一番最後、うん、一番まっすぐ向けてましたね。うん、そう、今、そう、いわゆるミスショットとかじゃなくて、ちゃんと構えられてるかどうかがテーマだから。そうそうそう、ボールはあんま気にしないでも大丈夫なんで。なんで、ちょっとこの後ラウンド行くと思うんで、はい、ラウンドの時は今のルーティンちょっと意識しながら、分かってもらいたいなってことですね。わかりました。じゃあ、そのハーフラウンドレースに向けて、ちょっと意気込みをお願いします。頑張ります。いやでもちょっと練習は見えない感じもしていたので、ちょっともしかしたら変な癖がまたできちゃってるかもしれないんですけど、頑張ります。ミスして回ってないように。確かに、はい、分かりました。慌てないことを。ありがとうございます。ありがとうございます。